はい、どうも皆さんこんにちは。堺消防局救急部救急科予防救急係の山本と救急管理係の木本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この堺消防局がお送りする応急手当普及啓発シリーズも第4回です。なんかテンション高ないですか今日。はい、頑張ります。何それいや、わからんわ今回の内容はこちら。胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージです。この胸骨圧迫がしっかりできれば倒れた人が助かる可能性がぐっと高くなりますんで、ぜひともしっかり覚えていただきたい処置です。ではその胸骨圧迫、いつどんな時にやったらいいかっていうと、呼吸がない時です。呼吸の確認の仕方は前回第3回ご覧いただけたらと思います。そして胸骨圧迫は押す場所が決まっています。押すのは胸の真ん中にある胸骨っていう骨を押します。で、胸骨圧迫には4つのポイントがあります。強く押して、早く押して、しっかり戻して、絶え間なく押しましょう。以上です。木本さん、今ので分かりましたか？分かりません。分かりません。はい、そうやな、実際見てもらわないとね、分からないと思います。小難しい説明しだすとたくさんあるんですけど、はい、いつも通りね、映像見てもらいましょう。はい、はい、それではどうぞ。強く、早く、しっかり戻して、絶え間なく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 。はい、いかがだったでしょうか。4つのポイントのね、強く、早く、しっかり戻して、絶え間なくがもう嫌でも残ったんじゃないかなと思います。本当にいろんな部署の職員にですね、協力してもらいまして、また一枚一枚ね、改めて確認していただいても面白いんじゃないかなと思います。ね、最後課長出てくれてましたしね。あ、そうですね、はい。最後に映ってたのが、私たちの上司の救急課長になります。課長、いつも決裁ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ今回のね、動画だけで完全にね、習得することって難しいかもしれないんですけれども、まあ今日はですね、とりあえず呼吸がないときは胸の真ん中を強く、早く、しっかり戻して、絶え間なく押すっていうことだけでもね、覚えていただけたらなと思います。ではテンション高めにお送りしました第4回の内容はここまでとさせていただきます。いや、テンション高かった山本代表だけですからね。え、あ、そう、これだけ、はい、これだけか、うん、そっか。それではまた次回、上司の決裁が降りれば、課長お願いします。お願いします。お会いしましょう。堺消防局救急部救急科の山本と木本でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。テンション高っ やっぱり見てもらわないとなかなかわからないと思うんで、いつも通りね、映像また作ってきましたんで、はい、見てもらいたい。はい、見ていただきましょうはい、言えてないですね。全然あかんわ全然あかん、全然あかんから、ちょっともう一回やっていい？うん。